皆様こんにちは。宝山株式会社の江畑です。動画をご覧いただきありがとうございます。第2種電気工事士技能試験候補問題ナンバー13の解説を始めます。今回のポイントは自動点滅機回路、こちらでいうこの部分ですね、それぞれのローが対応した自動点滅機になります。こちらも、これまでと同様に自動点滅機自体が登場するのではなく、端子台に置き換えて施工を行います。今回の場合3箇所の接続箇所がありますので、1、2、3の上の3つですね、こちら1、2、3上の3つの部分を使用します。下の3箇所は使用しません。はい、それでは伏線図の作成に移りましょう。はい、まず器具ですね。コンセント。そして、施工省略部分ですね。まあ、こういったものは特別、慎重に書く必要はありません。皆様が、自分自身で、分かれば大丈夫だと思います。はい、そして今回のポイントとなる、端子台ですね。1,2,3 とあります、はい、そしてこの 1,2,3、実際の試験ではどこに何をつなぐかという指示がおそらく出るかと思いますので、あまり気にする必要はありませんが、まあ、今回は2番の部分を白丸につなげます。設置側ですね。1番を黒丸、3番も黒丸として、それぞれつなげていきます、はい、それでは、各線をつないでいきましょう。まずは白色ですね、負荷とコンセント。今回は、負荷が2つ、そしてコンセント。ただ、ここから直接つなぐのではなく、こちらを自動点滅機を使って、経由してつなげますので、一旦こちらから白い2番に入って、2番からまた出てきて、こちらの器具につなげます。負荷とコンセントですね。そして2番につなげて、同じところから負荷につなげます。でこちらの、1、2、3番自体は、このローの器具を、操作します。ですので一応ローと書いておきましょう。次に、黒色ですね、スイッチとコンセントにつなげます。こちらは、スイッチ、こちらもスイッチですね。この場合、1番につなげます。そしてスイッチとコンセントですので、コンセントにつないでいきましょう。そして1番から出たものをそのまま1番でつなげるのではなく、こちらの器具と3番をつなげる必要があります。一旦こちらで黒線自体は終了しましたので、次に操作する器具ですね。こちらの場合は E のスイッチですので、 E のランプとつながりますね、はい、次にこちらローの自動点滅機はこちらの器具を操作しますので、1番から来たもの、3番から出ていきます、はい、
次に特殊な電線ですね。こちらの場合は、VVR1.6mm 日進です。VVR の 2mm 日進は、ナンバー8でも出てきましたね。そちらの、1段階細いものになります。こちらが電源線なので VVF、2mm 日進ですね。次に電線の色を描いていきます。まず白色はすべて白色で描いていきます。はい、次に黒色ですね。もう実際に作業されている方もすべて動画見られている方、見られている方でもイメージでだいぶ欠けてしまうのではないでしょうか。はい、次は対応する、日本の場合だと黒に対応した白色でしたね。白の場合は黒色、白の場合は黒色、白の場合は黒色ですね。はい、次に残りの線は黒白ときた場合赤色が登場します。3本目の赤色ですね。はい、残りは圧着の、サイズですね。リングスリーブのサイズ、こちらが電源の 2mm 線を含む、3本の線、 1.6mm が2本と、2mm が1本の3本ですので、小、こちらも 2mm を含む、2本 1.6mm1 本と 2mm が1本ですので、こちらも、間違えないように小ですね。次に白色、赤色、それぞれ 1.6mm ですので丸になります。はい、こちらは差し込み型コネクタを使います。はい、以上が複線図になります。次に各こちらの複線図に沿ってですね、各器具の施工を行います。ではまずは、スイッチから始めましょうか。スイッチから始めましょう。今回、連用取り付け枠が、1枚だけある状態でして、どちらコンセント、スイッチとあります。どちらかに連用取り付け枠が出題された場合はどちらかにその指定通りに取り付ける必要があります。今回はそうですね、スイッチの方に取り付けてみましょうか。はい、E のスイッチですね。まず取り付け枠に、はい、1個の場合は真ん中ですね。はい、しっかりと取り付けました。ちょっと、こちらのポスターの方ではそうですね、コンセントの方についているので、ポスターにちょっと合わせておきましょうか。こちらですね。これはどちらか、想定をしているだけで予想しているわけではありませんので、はい、練習の場合は、取り付ける練習をすることが必要です。それではこちらの器具間の長さが 150mm、 接続で 100mm、 こちらの部分で 100mm 使いますので 350mm ですね。 350mm、 100mm ストリップします。そして差し込みの長さ、ストリップ、新線のストリップ長さが 10mm ですね。
もういよいよ、最終の問題になります。2周目される方しっかりと、こちらの、13問解けるようになってから、次はタイムアタックされてみてはいかがでしょうか。はい、以上で、スイッチの施工が完了しました。次に、こちら先ほど登場しましたコンセントですね。コンセントも先ほどのスイッチと同様に350mm。これまでと、これまでと同様ですね。します。コンセントの場合は、白色の指定があります。こちら白色 W ですね。この部分に、白色をしっかりと間違えないように奥まで差し込みましょう。はい、そして、横から見て芯線が枠より外に出ないようにですね、しっかりと奥に押し込めた状態でこちらで完成となります。次にランプレセプタクルですね。器具間の距離が 150mm、 接続で 100mm で、ランプの側で 50mm 使えますので 300mm ですね。まずは 50mm ストリップをして 20mm ですね。しっかりと各問題の後にですね、実際に時間がかかってしまった部分、この各接続の間の部分の電線を使うことで、非常に練習になりますので、そのまま捨ててしまうのではなく、しっかりと練習をして使い切れるようにしておいた方がいいと思います。少し幅を広く取って90度に曲げておきます。大体のサイズに合っていますね。あとは、左右の接続を確認してネジを緩めます。しっかりと受け金部分ですね、受け金部分が白色に接続されていることを確認して、黒線も同様ですね。そして、台座部分から、外装の被覆グレーの部分が頭飛び出すようにした状態でしっかりと保護をして90度に曲げます。はい、こちらで、ランプレセプタクルの施工が完了しました。次に、端子台ですね。各器具間は、1.6mm 二芯線で接続を行います。器具間の距離が 150mm、接続で 100mm、 こちらの端子台で 50mm 使いますので 300mm ですね。 300mm 少し長いので
300ミリに揃えていきましょう。はい、それでは、端子台への接続用に50ミリストリップをして、10ミリストリップします。それぞれのネジを緩めておきます。はい、次にこちら、白線黒線複線図を確認すると、上側が1番が黒色、2番が白色、ただし、1番はそのままネジ止めをしても構いませんが、2番ですね、2番が、白色が2本着ているものを、2番の部分でネジ止めしますので、1番は止めても構いませんが、今の状態だと、2番は止めるのは、控えておきましょう。こちらの VVR 1.6mm 日進線を接続する際に、こちらの上下の黒ですね、1番3番の黒色をまず止めてから白色の2本を止めると抜けにくく非常に作業がしやすいと思います。ですので、まず今回の場合は1番のみを噛み込まないように注意しながら締め付けていきます。くれぐれも被覆の噛み込みには注意しましょう。そして2番はネジ止めを止めておいて、ネジ止めはまだする必要はありません。そして VVR の 1.6mm 二進線ですね、はい、こちらをセンチストリップします。しっかりと奥まで切り込まなくても、ある程度切り込みが入ると、しっかりとこちらを持った状態で取り去る方を軽く握りながら、左右にねじると、プチッと切れますので、一周まずは、薄くでも切れ込みを入れてもう一周させるぐらいで、大丈夫だと思います。しっかりと、ナイフでこちらが切れるまで切り込むと、結構この中の芯線を傷つけてしまう場合があるので、切りすぎには注意をしましょう。そして介在物ですね、前回のナンバー8では10センチストリップしたので比較的こちらまとまりましたが、この介在物まとまりにくい場合は2回3回に分けて切断をしても特に問題はありませんので、まあ、一度に切断できる分には、一度に切断してしまった方がいいと思います。少し切りやすい方法として、介在物を全てまとめてですね、まとめるだけだと、ちょっと広がってしまいますので、一周巻いた状態で横に向けておくと、電線の力でこちらが縛られた状態になります。非常に細くなるので、刃の部分を電線側に向けて下からグッと握って切ると、比較的根元付近で散らばりにくく切断することができます。はい、それでは螺旋状になっている芯線を平行にして10ミリストリップします。そして先ほど複線図でも確認しましたが、白線同士がつながりますね。2番のところで白線同士を入れます、はい、そして黒線1番と3番でしたね。
まずは3番を止めておきましょう。はい、そして2番ですね。この場合に動いて二進線、VVF の16二進線が少し奥になってしまっていると皮膚を噛み込みやすいので、しっかりと少しだけ1ミリ2ミリ程度皮膚が進線が見えている状態ですね。もう本当に1ミリぐらいがベストかなと思います。しっかりと抜けないように3箇所ネジ止めをしておきましょう。はい、こちらの VVR 線はこの先が施工省略になりますので、この先の作業をする必要はありません。以上で各器具の施工が完了しましたので、各器具電線同士をつなぐためにそれぞれ10ミリずつストリップをしていきます。10センチですね。10センチずつストリップをしていきます。次にこちらもですね。ナンバー13まで練習されている方はだいぶストリップのスピード、正確性が上がってきたのではないでしょうか。はい、そして器具に接続されていない電源の線ですね。器具間の距離が150mm、 接続で 100mm 使えますので 250mm ですね。少し長いですかね。少し切っておきましょう。はい、そしてこちらも同様に 10mm ストリップを行います。そして 20mm ですね。こちらが芯線が2ミリになります。そしてこちらが器具間をジョイントボックス間を接続する三芯線になります。こちらが器具間が150mm、 各両端部で 100mm の接続を行いますので 350mm ですね。こちらを10センチずつストリップをして20ミリですね。こちらでストリップの作業は以上となります。各器具を接続するために90度にどんどん曲げていきます。はい、そして接続の箇所に合わせて配置していきます。それでは、もう一度複線図を確認しましょう。電源側の、こちらですね、白黒の白色。白色はまずこちらで、1箇所白色同士、右からの白色と上からの白色。黒線は上からの黒色、下からの黒色、右からの黒色。こちらは、左側で集まる全ての黒色を一つにまとめます。そして残りの下からの白色、右からの赤色ですね。ですのでまずは黒色からまとめておくと比較的作業がしやすいのではないかなと思います。
黒色を一番最後に残しても途中で黒色をまとめても特に問題はありません。次に、上からの電源の白色と右からの白色ですね、こちらをまとめておきます。そして右からの、赤色と下からの白色をつなぎます。はい、そして、上からのこちらはもう一度確認をしましょう。はい、次に、白色は、上下左右すべての白色をひとまとめにします。そして黒色は、下からの黒色そして左右の黒色ですね。はい、3箇所目が、左からの赤色と上からの黒色、こちらを一番最後に、まとめてみましょう。まずは、上下左右の白色ですね。一旦左上に、寄せてみましょう。はい、4本がまとまりました。次に、左からの黒色、下からの黒色、そして右からの黒色ですね。はい、こちらをまとめておきます。はい、次に、左からの赤色、そして上からの黒色ですね。はい、以上で仮接続が完了しました。こちらが、リングスリーブで圧着接続をする場所ですが、もう一度確認をしておきましょう。白色と、黒色、こちらが、小のリングスリーブで、小のダイスで接続を行います。そして、白色、赤色、こちらの部分が、丸で圧着を行いますので、くれぐれも注意をしましょう。先に、こちらの丸の圧着を始めましょう。今日はよく外で救急車が鳴っていますね。宝山の近くでは病院があるので、どうしても聞き苦しくなってしまうかもしれません。次に、残りの2箇所が、小のリングスリーブで、小の圧着ですね。揃えておきましょう。はい、そしてこちらも小ですね。同じく小で圧着を行います。はい、小2箇所と、丸1箇所で接続が完了しました。先端を約2ミリほど開けて切断していきます。
こちらの部分の接続が完了しました。次はこちら差し込み型コネクタですね。4本2本3本になりますので、それぞれ1つずつですね、4本2本3 3 4、234ですね、はい、少ない方から進めていきましょう。こちらは、何度も説明をしていますが、どちらから進めてもどの順番で進めても問題はありません。しっかりと奥までですね。深線の高さが揃っている場合、もしくは、しっかりとまっすぐになっている場合には、まとめて差し込むと、時間が非常に短縮されます。ただ、少しでも歪んでいると、まとめて接続するときに、どうしても差し込み不良が起こってしまいますので、一本一本確実に作業をされる方をお勧めします。慣れてくれば、そういった点もありますが、基本的には、まあ、2本ほどを先に、差し込んで、残りを1本ずつ追加していくという方法の方が、時間のロスが少ないのではないかなと思います。しっかりと横から見て奥まで到達していることを確認しましょう。電線を整えてしっかりと見直しをして完了となります。はい、現在の時計で32分説明を省くと、まあ、30分は切るのではないでしょうか。はい、今回ノーカット版を通してですね、ナンバー1からナンバー13、そして、ナンバー8の別解を含む、全14問を作成しました。実際に、作業されている方、弊社の、宝山の、練習用の部材セットおよび、P958もしくは DK18 の工具セットを用いて練習されている方、どんどん練習をしてですね、実際にこの候補問題を解かれてみてはいかがでしょうか。そして宝山のホームページですね、宝山のホームページから電工試験の虎を検索していただくと、そちらでは電気工事士電工2種の筆記試験対策、技能試験対策、こういった作業の各単位作業にスポットを当てた動画も数多く公開しておりますので、メールマガジン含めて登録閲覧どんどん利用していただければと思います。はい、一番最後もやはり救急車が通ってしまいましたね。それでは皆様、頑張って、第2種、電気工事士技能試験、しっかりと合格できるようにたくさん練習をされ、してください。はい、以上、候補問題ナンバー13の解説でした。ありがとうございました。